かままり仲まりのおすすめ。今日は品そば小室さんのところに行ってきました、行徳ですね。千葉県市川になります。最初に食券を買うんですが、今日は簡単なんだけど2種類あるんですよね。醤油か塩、私は醤油のワンタンで、味付け卵をトッピングでつけまして、それからこれ肉煮込みご飯をいただきたいと思います。結構ね、行列なのでだいぶ待ったかな。で、食券を買ってまた席開くの待って、で、席通されてようやくテーブルに着く感じです。最初に肉煮込みご飯、じゃーん、結構肉ゴロゴロとねしてますよね。こちらをいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。うん、味が染みてて美味しいです。そして来ました、品そば小室さんのワンタン麺です。じゃじゃん、結構ねたっぷりめですよね。まずはスープをいただきたいと思います。うん、美味しい、結構染み渡る美味しさです。そして麺はいただきます。うん、結構ふっくらと喉越しよく歯ごたえありますね。それではこのワンタンもいただこうかな。よいしょ、うん、おいしい。あ、結構生姜効いてますこれ。あー、おいしいわ。なんか懐かしい味がする。家庭的というかすごい手作り感が出てる感じなのかな。おいしいわ。これは結構人気ですね。なんかたくさん並んでて飲みに、食べに来る気持ちわかりますわ。なるほど、うん、おいしい。こちらの、小室さんは東西線行徳駅からだいたい徒歩5分ぐらいのところにあるお店なんですけど、本当にね、民家というか何か人が住んでるようなところにポツンとというか、別にあの飲食店がわーってあるわけではなく、隣にねお店とかはあるんですけど、なんかよくここにみんな見つけて行列になってるなっていう場所なんですよ。私も今日初めて行ったんですけど、すごいなんか、いやー、こんなに並んでるのすごいなと思ったんですけど、それでもこれは確かに美味しいわと思いましたよね。店内はテーブル4名席が3つとカウンターの席が6席あって、そこをまあ回転よく回してるっていうような感じですかね。家族連れも結構多かったので皆さんに非常に人気のラーメン屋さんです。味玉いただきます。これこれ大好きな感じになってます。最高、いやー美味しいな。このスープ、鶏ガラに昆布、いりこ系の魚介だしを感じる。いや本当に品がいいんですよ。品がいい醤油味。なんかね、醤油のねきつい感じとかは、あとねしょっ辛いとかそういう感じはなくてね、本当にだしの旨味に色と香りを足す程度のね程よい濃さなんですよね。チャーシューいただきます。うん、美味しい。柔らかいチャーシューもいいね。この味は飽きないぞ。なんかずっといつまでもね、飲み続けて食べ続けられるような感じ。うまさとね、
コクっていうところと非常にバランスがある感じですね。このね、自家製のストレート中細麺もいいんですよね。ほんとね、つるってしていて喉越しが本当にいいんですけど、でもね、食感もしっかりしてるから意外に本当食べ応えあるんですよこれ。なんかストレート麺だけどね、しっかりとスープとかも捉えてる感じだし、うん、スープのね素材同様、両者ともに素晴らしいこの存在ですよ。今日は醤油のワンタン麺をいただいてますけど、ね、お塩のねワンタンもちょっと気になりますよね。ちなみにワンタンは、ここ入りです。でなんとね、ワンタンだけで酒のつまみで召し上がるっていうこともできるので、ラーメンの前にねワンタンだけ頼んでそれをいただいてて、で締めでラーメンっていう食べ方もできるみたいです。あとね、つけ麺もありましたよ。まあなかなかね面白いよね、こういうやつでつけ麺なんだって思って。それもつけ麺を食べた後にスープをね最後まで飲めるっていうような感じなので、そういう楽しみ方もできるのかなと思います。また一つね、美味しいラーメン屋さんに出会えて本当に嬉しいって思いました。こちら行徳にあるしなそば小室、皆さんもよかったら行ってみてください。